はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回はガチスカ紹介ということでやってまいりました。ということで、先に言っておくんですけど、今回のガチスカ、シュートさんの、パクリっていうのかな、参考にしてアレンジしたと言わせてくださいって感じで、紹介していこうかなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。とかやっていきましょう。ということで、今回のガチスカこちら5212ですね。シュートさんのやつは532だと思うんですけど、僕はねアレンジと言っていいんかな、5212にしました。パクった戦術は、このデヨング、攻撃に上げる、ここに上げるってやつですね。それをパクらせていただきましたって感じで、このスカットを使って、しっかりディビジョン1上がれたということで、今回解説していけたらなと思います。勝率はちょっとあれですけど、最初から使ってたわけではないんで、この本に使ってから、結構調子いいんじゃないかなということで解説していけたらなと思います。早速人選解説などやっていけたらなと思います。まずはね、試合中の役割、攻撃参加をする選手1にデヨング、デヨングっていうか上げたい選手ですね。センターバックも、サイドバックでもいけるのかな多分、バックのどこかに1枚、攻撃的な選手、デヨングがめちゃくちゃいいんですけど、そういう選手を1人置いて試合中の役割、攻撃参加をする選手1にするとしっかりここまで上がってくるよとって感じで、僕の方面はね疑似4トップですね。3人並びつつ、そこからクライフが2列目から飛び出してくるっていう、疑似4トップと呼んでいます勝手に。僕がなぜこの方面にしたかというと、やっぱ守備をね、できるだけ硬くしたいということで、ここ2ボランチですね。これが結構ハマりましたね僕的には。僕別に守備得意なわけじゃないんで、1ボランチだとちょっときついかなって感じで2ボランチにしました。僕みたいに守備が苦手な人はこっち全然ありなんじゃないかなと思います。ということで人選解説していくんですけど、キーパーはもう誰でもいいです、チェフです。で、バック陣は、この攻撃に参加させ選手以外は、お好みでもいいのかなと思いつつ、サイドバックは守備的方がいいのかなと、そんな上がってほしくないからね。で、センターバックはもう強い選手置いといてって感じで、ここも攻撃参加させる選手、これ大事ですね。デヨングの能力こんな感じで、ドリブル高くて蹴ってる90あるんよね。これが意味やからマジで決めてくれるんよ。で、守備もしてくれたり、スピードもあったりって感じで、デヨングがめちゃくちゃいいですけど、誰がいいんやろうな。通常デヨングでも全然いいと思うし、習慣のやつとかもいいと思うし、あと誰やろう。マテウスとかもいいんじゃないかな、ビッグタイム。アーノルドサイドバックで使って攻撃参加させるとか、手持ちの、バックできて攻撃的な選手を、置いてもらえばいいのかなって感じですね。デヨング持ってたらデヨングいいんじゃないかなと思います。で、2ボランチ、ここ結構大事で、僕は 2DMF にしてて、1人はアンカーは入れたいかな。アンカー入れないと守備がちょっとね、厳しい気がする。攻撃値上げしてるからね、ロングカウンターとはいえ、ディフェンスラインが結構高めやからね、ショートカウンターぐらいの守備になってる気がするから、アンカーは1人入れたくて、僕はさらに守備を安定させたいんで、もう1人、ライカルトですね。ここはプレイメーカーがいいかな。ライカはもうめちゃくちゃいいですね。プレイメーカーで。足元もありつつ守備もできるって感じで。僕的にはめちゃくちゃ合ってますね。守備苦手な人はここ 2DMF。しっかり守備的置いていいんじゃないかなと。守備別にいけるよって人は、ライカの位置を、もうちょい攻撃的なプレイメーカーとかでもいいんじゃないかなと思います。で、OMF。ここは2列目からの飛び出しか、無印でもよかったかな。プレイスタイル的にはどっちかで、能力はもう攻撃的な選手でいいんじゃないかなと思います。で、2トップは、1人ライブレと、無印。これがちょうどいいかな。デヨングも上がってくるんで、1人はライブレ置いといていいんじゃないかなと。で、もう1人は、メッシ。メッシでいいです。メッシが強すぎるんでね、パスもできたりするんで。ライブレでも、全然ありな気はするけど。とりあえず無印かライブレ置いとけばいいんじゃないかなって感じですね。ベンチはもう特にこだわってないかな。後半リードしてる時とかは、結構守備固めしたりしますね。攻撃にヤギもやめたりするんで、守備の選手も控えに置いとくの大事なんかなと思います。完全に人選はこんな感じかな。やっぱ僕がこだわった点としては 2DMF ですね。で、チームスタイルはもうロングカウンター一択ですね。って感じで、こういう感じにしてもらえればいいんじゃないかなと思います。ということで、ここからは、試合見ていってもらえたらなと思います。はい、ということで今回は、1試合結構解説してから、いいシーンを流していくって感じでやっていこうかなと思います。はい、ということで、まず開幕は攻撃に上げしっかりしてから、僕はサイドバック預けてから、クライフに出すって感じでやってますね。で、これ横に繋いでみたいな感じで、開幕からやってますね。で、この後ね、DMF 二人いることでライカルと取っていくと、これ素晴らしいよね。で、ここから守備なんですけど、守備もね、意外といるよね。
で、ここで、まあ、ツーボランチはやっぱいるのがでかいのかなと。で、ここ一気前に繋いで、フォートップいますね。で、クライフいたり、で、メッシュこれ繋ぎつつ、まあ、こういう感じで一気に前行けますね。で、まあ、ここで取って、もう繋いで繋いで。まあ、ベルゴミ結構上がってくるのね。で、まあ、危ないのがちょっとカウンターね。まあ、ここなんとか取れたからよかったけど、まあ、カウンターマジで集中してやらないと結構やられますね。こういう感じで。ちょっと怖いよね。カウンターは確かに怖いです。これ危ないです。ただまあ、うちのカウンターも強いよと。まあ、前がやっぱ3枚確実にいるからね。で、これ繋いでいって、このメッシ。で、ここクルーニュとしてデヨングがいますよと。で、これしっかり決めきれる。これデヨングの良さですね。カウンターやられるのは怖いけど、僕たちのカウンターも強いよと。これ見てもらいたいんですけど、まあ、守備はね、結構揃ってるんよね。で、まあ、ここしっかりマルディーニ奪って、こう一気に前繋ぐけど取られる。まあ、こう雑になりすぎてもあかんけど、ライカ素晴らしいね。で、これ攻撃カウンター行きましょうと。で、クライフが2列目から飛び出していく。で、デヨングいる。で、ここはガラ空きですよ。クライフ、アウトスピン決めれない。なぜだ。ただまあ、今の攻撃もめちゃくちゃ良かったよね。この4トップ素晴らしいね。で、まあ、ここ攻撃値上げの注意してほしいポイント見せていくんですけど、このコーナーキックね。これ、相手に取られたこれ、めちゃくちゃピンチです。これだけマジで気をつけてほしい。コーナーの時だけ攻撃値上げはやめてもいいかもしれん。これやばいです。これめちゃくちゃやられてます。危なすぎるこれ。マジで気をつけてほしい、これだけは。で、まあ相手のコーナーキックもちょっと怖いですね。これ攻撃値上げやめた方がいいかもしれん。うん。これ危ないです。マジで人少ないんで。で、まあここ失点シーンをちゃんと見せていくんですけど、まあここで、まあ取るのはいいんですけど、これちょっと適当すぎたね。こう適当すぎるのも良くないですね。で、まあここやられて、まあダブタやられてドーンと。やっぱ前に繋ぐのも大事やけど、まあ、適当すぎるとね、取られちゃうんで、まあ、そこしっかり注意していきたいとこですね。はい、で、まあ、ここ得点誌見ていくんですけど、ここでザカリア取って、このライカがちょうどいい位置いるんよね。これプレイメーカーいいとこで、しっかり4トップで攻めていくメッシ相手で、これメッシ流し込むコンカー。やっぱ今のところが2ボランチのいいとこなのかなと。まあ、アンカーとプレイメーカーの組み合わせちょうどいいですね。さあ、次も得点誌見ていきましょう。ここクライフしっかり下がって取っていく。で、インパクトで前に繋げる。で、デヨングの言い抜けだし、ただ繋がらず。まあ、これはちょっと事故ですね。はい。で、まあ今見て思ったのは、やっぱインパクトパスも結構大事なのかなと。まあ、パスする選手に余裕あるときはインパクトにしてもいいんじゃないかなと思いました。さあ、お次失点シーン。ここベルゴミ取れんかったらちょっと痛かったね。で、キエーザに持ち込まれ、持ち込まれ、ここはブリッツカーブ。まあ、これは褒めじゃないかなとは思うよね。さあ、お次得点シーン。ここベルゴミ取ってから前に繋いでデヨング。で、メッシつなぎのこのクライフの完璧な抜け出し素晴らしいね。で、横にパスしてムバッペ。いや、この4枚いるからね、もう攻撃がめちゃくちゃやりやすい。楽しいです。で、まあ、ここ交代見ていくんですけど、しっかり守備固めしてますね。うん、まあ、これもやっぱ大事よね。勝つにはやっぱこれ大事です。もうビエラまで入れてガッチガチにしちゃってるからね、これ。で、まあ、もう攻撃値上げもやめてるんで、まあ、普通の攻撃ですね。まあ、ただこう、エトーの言い抜けだし、素晴らしいですね。で、エトー走って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 流し込む。まあ、守備固めにしてからも意外と点取れるんよね。で、まあ、ラストはアディショナルタイムになんか失点してしまったやつですね。まあ、ここなんか取り返されて、ベッカムのダブタコンカー。これちょっと甘えちゃったね。って感じで、まあ、試合は5対3ですね。やっぱりこの褒めはもう圧倒的な攻撃力よね。ということで、ここから良かった攻撃シーンまとめてきたんで、見てください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、この褒めはね、攻撃をめちゃくちゃ楽しくて、まあディビューはいけるぐらいに強いし、めちゃくちゃいいですね。まあ試合もまあいい感じに解説できたと思うんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。ということで、この褒めめちゃくちゃいいんでね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。